As the countdown to Rugby World Cup 2019 continues, we visited the city of Kumamoto on the southern island of Japan, where 2 matches will be held and is a home for a national treasure. とてもいろんなね、楽しむべき見どころがあるんです。何よりもこのAso-san。Aso-sanは活火山なんですけれども、カルデラの中に5万人近くの方が住んでいらっしゃる。多分世界でそういうとこないんじゃないかなと思うんです。それから2番目に熊本の人はミネラルウォーターを毎日飲んでるんです。地下水を汲み上げてミネラルウォーターをふんだんに使える、それが熊本の特徴で、水は作物の元ですよね。だからミネラルウォーターを吸収した作物がとても美味しいんです。とにかく料理が美味しいのが2番目で、3番目がね、くまモン。くまモンは熊本の人たちが誇らしく思っているキャラクターです。もうくまモンとあったらすぐ分かると思いますけど、一生懸命なんですね。喋れないのにジェスチャーだけで自分の気持ちを表すことができる。人を驚かせることも多いんですよね。期待値以上のことを常にやり遂げるくまモンだから大好き。熊本の宝です。もともとね、多目的な陸上競技場ですから、いろんなものに使えると。サッカーの試合にも使えますし、陸上競技にも使えると。ただ今回ラグビーのワールドカップということで、たくさんの手を加えたんです。例えば照明を LED 化する、あるいはその観客席を変えていく、更衣室も作る、そういう形でですね、トップレベルの試合ができるようなスタジアムに改修しました。これがとても大きいし、私どもはね、このスタジアムで世界中からいらっしゃる方々に感謝とおもてなしの気持ちでお迎えしたいなと思ってます。それからね、何よりもこの芝が綺麗なんですよ。日本チームの主将の方が今まで行ったどの競技場よりも素晴らしい芝だったと褒めていただいたんですね。そういう意味では安心して、それから自信を持って皆さんを迎えることができると思っています。After a devastating earthquake in 2016, the Kumamoto Castle, along with many other historic buildings, sustained serious damage, but their restoration is now nearing completion.何よりもね、世界中から、また日本中から、この復興に関して、また地震に関して支援の手をいただきました。この支援に対する感謝の気持ち、これをですね、ラグビーのワールドカップを開催することで発信していきたいと、このように思っているんです。我々熊本城おもてなし武将隊も、このラグビーワールドカップを盛り上げるべく、さまざまなところで告知活動に協力させていただいておりますが、この熊本でもラグビーの試合が行われ申して、そのラグビーの試合に合わせて我らの拠点とする熊本城が天守閣の外観が復元完了となり申して、故にこのラグビーワールドカップとなれば世界中から多くのお客人がいらっしゃると思うゆえ、ぜひ美しい姿を取り戻した熊本城の天守閣の姿もぜひ眺めていただきたいと思います。わしの中では熊本の三大名物の一つであるからしれんこんは、ぜひとも海外の方々には食べていただきたいです。からしはやはり外国の方には少し強烈な楽しい食べ物に感じると思います。我らの生きた時代にもちろんラグビーというスポーツはまだなかったんじゃが、しかしラグビーにはノーサイドという言葉がござって、試合が終わったら敵と味方ではなく、一緒に戦った仲間としてお互いを称え合うという精神がござるが、我々武士もたくさんの戦をして、命を奪い合う戦いになったこともござったが、しかし戦が終わったら敵も味方も関係なく弔いをしたということもござるゆえ、そういう意味ではラグビーのノーサイドという精神は我ら武士ともつながる、とても良い志だと思い申した。それでは選手たちの健闘を願って勝ち時じゃ、それえいえいおー、えいえいおー、えいえいおー、待っておるぞ、待っておるぞ、待っておるぞ。